ケイドです。はい、今日はですね、2022名古屋グランパスの、新体制発表会が行われましたので、それについて話していきたいと思います。はい、まずですね、この極寒の中ね、現地豊洲まで足を運ばれたファミリーの皆さん、ご苦労様でした。はい、それではまずね、スローガンの方からね、去年のグランパスのスローガンは超えろでしたが、今年どんなスローガンになったかというと、こちらです。ドン！未来へということでね、はい。一応ね、どんな意味があるかっていうの公式のねホームページにも書いてありますので、ちょっと読みますね。あまたの壁が行く手を立ちはだかった昨シーズン、はい、あまたの壁が行く手を立ちはだかった昨シーズン、超え続けた末に11年ぶりの栄冠を勝ち取った。栄光と挫折を繰り返したどり着いた30年目、新たな星を胸に刻むべく前へと突き進む。グランパスファミリーの皆様と共に紡いできた伝統と誇りを継承し、光り輝く未来への道を切り開こうっていう感じでいいんじゃないでしょうか。未来へね、このスローガンのね、未来へっていう意味とはちょっと変わってくるんですけどもね、昔ねベンゲル監督がパスは未来へ出すものっていうのをね言っていて、本当にね今のグランパスに足りないものそこもあるのかなと思ってね、未来っていうのは前に前にパスを出せって意味なんだけども、ぜひね試合の中でもね前にパスを出した攻撃的なサッカーのねシーンがね増えてくれるといいなーなんて思っております。はい、2022シーズンの、グランパスの選手のね背番号も決まりました。こうなりました。どうですかね。やっぱり一番びっくりしたのはマテウス選手ですよね。マテちゃんの10番、おお、マテちゃんが10番を背負うのか。でね、これね10番がマテちゃんだったのもびっくりしたんですけど、個人的にはね背中のねネームがねマテウスから M カストロになってるのがもうめちゃくちゃ熱い、やばい、めっちゃかっこいいと思って、僕ね毎年ね背番号ね12番買うんですけど、M カストロって知ってたらちょっとマジで揺れてましたね。30周年ユニがねおそらく出ると思うので、その時はねもしかしたらちょっと M カストロ買ってしまうかもしれないと思っております。はい、その他で言うと新加入の選手チアゴ選手が2番、酒井選手が9番、仙藤選手が14番で、レオシルバ選手が16番、東ジョン選手が22番、川面選手が24番、吉田春樹選手が31番、豊田選手が32番で、甲田選手が33番ということでね、それ以外の選手はね去年と一緒な感じですね。はい、こうやってね実際に番号が決まるとねユニフォーム選びっていうのも楽しいですよね。まだ迷ってる人もいると思いますが、はい、またこれまたコメント欄にねこのユニフォーム買おうと思ってますとかね教えてください。僕は12番を買いましたが M カストロも欲しかったですっていう感じですね。はい、皆さんはどうだったでしょうか。はい、それではチーム編成について新加入のね選手を中心に山口 GM がお話ししていたので、それについて触れていきたいと思います。はい、でユース上がりの3選手につきましてはですね、 GM 自体がもともとアカデミーダイレクターというところで、実際に自分が見て自分が育ててきた選手っていうところもあって、もちろん思い入れもありますし、実力を知ってるからこそ本当期待もね大きいんだろうなっていうのがね話を聞いて伝わってきました。実際に3人ともユースでのね実績成績素晴らしいものの残していますし、アンダーのね日本代表でもねみんな選ばれていて、特に甲田選手なんかは飛び級でアンダー22の方にも選ばれたりして、それこそ未来が楽しみなね3選手なのかなっていうのも思います。で試合自体もね今年はね去年よりもそのカップ戦中心におそらくね公式戦出れる可能性もねあるので、楽しみでしかないっていうねユース上がりの3選手、ぜひ皆さんも期待して見守っていきましょう。で、その他ですね新加入の選手にですねどういったところを期待して取ったかっていうことも話してましたね。中でもね印象的だったのはレオシルバ選手にね話になった時に、まずね第一声で皆さん年齢のことを気にしているかと思いますが、言った上でサッカーはね年齢は関係ない、どんだけピッチの中で動けるかやれるかっていうところを見た時に、ここ最近のレオシルバ見て十分やれるんだっていうところを思って取ったんだっていうのを言っていたので、レオシルバ選手の年齢に関しては賛否両論あったりしたので、そういった意味でも GM 的にはねしっかりそこ自信を持って取ったんだっていうところが聞けてね良かったかなと思います。あとねレオシルバ選手やっぱりそのピッチ外のところでのね評価が高いっていうのがあって、例えばねチームを引っ張る姿とかね若手の模範になる姿っていうところを外国籍の選手たちをね引っ張っていく兄貴分的なね存在としても期待ができるんじゃないのかなと思っております。ピッチ外でナイスガイみたいなね。
その他の選手ですね、ストロングポイントもね出ましたけどもね、チアゴ選手のね空中戦だったり、川面選手のねビルドアップ能力だったり、セント選手のねサッカー IQ が高いところだったり、坂井選手のねフィジカルの強さ、そしていろんなところをねそれぞれねピックアップしてね話していました。みんな体いっぱいでねこれから見ていきたいなと思っています。でね、長谷川監督の話ではやっぱりね今年は得点力のところ話してます。あ、そうそう、まずね実は長谷川監督はねちゃんとのね風押しっていうのをね知ってね、監督とかもやっぱりちゃんとってやっぱり耳に入ってくるから、あ、このちゃんといいなとか思ったりするんですねと思って、なんか新鮮でした。で、今年のねグランパスをどうしていくかっていうことに関してはやっぱり攻撃力のところね言ってましたね。去年ね44得点はちょっと寂しいと、やっぱり今年50得点以上取らないとやっぱリーグ優勝というのはね難しいんじゃないかっていうところで、守備を維持しつつ攻撃のところを底上げしていきたいっていうところを言っていました。具体的にじゃあどんな攻撃していきたいかっていうね質問に対しては、背後への動き出しからの得点、飛び出して追い越すとかいうねそういう動きのあるサッカーっていうのをしていきたい、そしてねやっぱり言ってましたね最後に、熱いサッカーをして熱くなる試合、熱くなってみんながのめり込んでいけるようなねそんなサッカーをしていきたいということでね、長谷川監督ねよくね今年ね熱いサッカー熱いサッカーって必ず言ってるから、僕ね今年のねチームのスローガンね熱くなれだと思っとったんですけど、結果はね未来へっていうことでね、大黒摩季かと思ったらあのキロでしたっていうね。はい、今回はですね、名古屋グランパスの2022新体制発表会についてお話ししました。こうやって実際にね、発表会見ると、あの、ワクワクがね、止まらないんですけども、もちろんね、コロナだったり、クマのことだったり心配なところもありますけども、もうね、こうやって始まった以上、これからキャンプもありますし、開幕戦に向けてね、しっかりと応援していきたいと思います。それでは、皆さんまたお会いしましょう。キーダでした。